ああ、ちょっと緊張すんない。久々にトップ取れた。これ、アウトコースなの？逆じゃない？ ん？なんでアウトコースなの、トップが。グッドラック。ごめん、ちょっとブレーキ早すぎたね 全然スタート分かんなかった。ごめん。燃料重いのも頭に入れてたけど、ちょっと早すぎた。いやー、後ろもっとやりやってくれ。あれ、ルイス3番手になってるよ。まあ、目指すはノークラッシュだから。追い風だ。わあ、風全然着地しなかった。なんかすげえみんなくっついてくる。何これ。さすがワンメイク。予選よりも1キロ少なくなってる。ディレクションは変わったかも。うん、変わってる、変わってる。ちょっと待って。おや、なんかえらいクラッシュしてるぞ。大丈夫？そうやろ。なんであそこに滑るの？シャオラさんが2位だ。同チームで2位。頑張れ、頑張れ、シャオラさん。
あ、なんかちょっとドキドキしてきた。ホームストレートで6速入れるか5速に引っ張るか迷うとこだな。
れなんでポイさんが前にいるんだ。何した？うわマジで相当ダメージを負ったの。ハンドル40ぐらい曲がってた。わお。まだなんでクラッシュしたのか理解できない。全シーズンの自分みたいだな。絶対に引っかからんところで引っかかったよ。なんかThank you.
あ、ありがとう。調子乗って悪い事故とは申し訳ないなるほど。じゃあもうポイさんはピット入んないの？うん、多分。マジで？燃料足りる？ポイさんがいなくなった。どうあがいてもなんか誰も昔関係がして、あらあら、
やばい、ちょっと集中力切れてきた。ちょっと言い過ぎちゃった。バックしちゃったよ。
最終コーナーなんか刺さってんねんけど。ん？最終コーナーなんか刺さってる。マジで？誰か？うわ、本当だ、なんか縦になってる、なんだあれ。あれぶつかるの？なんか最終コーナーっていうか。な、何あれ。あの、動けない。あれ移動してる。動いてるよ、あいつが。な、何にあれ、なん、新しいオブジェクト。あと2分。あれ、もしかして5リッターぐらい燃料足んねえか。ファイナルラップだね、これ。少なくなったら不安定になるよね。ああ、やっぱ重量バランスかな。
やった、久々の優勝か。やった、何戦ぶりだろう。久々に見た気がするんですけど、ね、いやありがとう。1コーナーのアウトでぐるぐるしてようかな。さっきロイスとスピードとそうだった。あの頃はまだなんか変なで、どっかでもう動いてる。コックあの 10番のコックで言う見たら10番いやー久々に勝った。ラップ目でユベ、ユメが破れたわ。あーっていうか、ポイさんがなんであそこ最終コーナーでぐるんぐるんしてたんだかいまいちわからない。外側はみ出してたわけじゃない。なんだろうね、どこでスピンし始めたの。いや、内側の白線と、うん、白線とナイスメインスピンの高さが微妙な高さが出てた。あー、オフ大ダメージになったよ。あいのみんなにぶつけに来るの。お疲れ様でした。お疲れ様でした。多分途中自分ディスコード落ちてました。なんか喋ってました。おうおうおう、ちょっと待って、ぶつけないでステアリング暴れちゃうから。なんかペナルティ逆走したんじゃない。これで表彰台なくなったりしませんよね。いやどうなんだろうね、どうなんだろうね。一応コリジョン表彰台だ。やったやった。うん、何位でした。あ、3位。おめでとうございます。なんかねえ、みんななんか回ってましたけど、いやー久々に勝てた、すげえ嬉しい。そうですね、なんか久しぶりに、なんだろう、何戦ぶりだろう。ずーっと勝ってなかったからな。そうですよね、まあ、どこのレースで行ってても勝ってないからね。というと、あのお茶さんのサーバーでも多分買ってないですよ。あれずっとしばらく1位は取ってないですもん。すごい良かったですね。うん、久々に取れた。まあこっからね、日本人のもっと早い人たちがね、お茶さんとかブラックさんとか、そうですね、増えればもっと賑わるのかな。お茶さんはなんか次と今回と次はなんか出れないっていう言ってましたね。なるほど。